二たとげちまには、節足動物モンバサミカクアモンクモツナが、ニモクマダニやモクマダニカチマダニ属に属するダニの一種である。重症熱性結晶板減少症候群ウイルスの宿主の一つでもある。ロシアから東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドにかけて広く分布。日本でも、北海道から沖縄県八重山地方にかけて広く分布している。成虫で、体長は、 約3ミリメートルだが、吸血すると約10ミリメートルになる。主な活動期は5から10月。稲科植物の茎や葉に生息し、草状で宿主が通るのを待つ。牛、日本家、犬、人、鳥類などに寄生し、約1週間程度吸血する。吸血できない場合は、適切な湿度があれば飢餓状態で1年から2年。 程度生きているが、その後も宿主に遭遇できない場合は餓死する。冬の間は、幼虫や、成虫の状態で、落ち葉の下などで越冬し、5月頃から活動を、始める。二トゲげマダだには、マダニ科の中で唯一恒常的に、タンタメ生殖を行う。両性生,生殖を行う系統と、タンタメ生殖を行う2つの系統が存在し、オセアニアから東南アジア及び、 日本に分布する系統は、単ため、生殖系統で、両性生,生殖系統は、西日本に分布する。交尾を行っても、未受精卵と受精卵が産卵され、未受精卵からは、メスが発生し、受精卵からは、オスが発生する。つまり、子有決定は、アリアチと同じ性決定様式である。また、日本における単ため、生殖系統の子有比率は、 メス500、オス1とされオスも生殖能力を有しない。メスは吸血後1ヶ月以内に産卵を行う。一頭のメスが2000から3000個の約0.3ミ、mm、リメートルになる卵を産む。産卵後約3日でメスは死ぬ。孵化した幼虫は吸血と宿死からの脱落、脱皮を繰り返し、若虫の時期を経て成虫に成長する。また、 その他にも犬や牛に感染する原虫病の一部を媒介する。ありがとうございます。